先週入学したばかりの新小学1年生が交通事故に遭わないように、地域住民が手作りしたお守りが贈られました。ありがとうございます。お守りを贈ったのは、江北町の地元住民で作る交通安全母の会です。今朝は江北小学校で、この春小学生になった児童に交通安全のお守りを手渡しました。お守りは去年の秋ごろから母の会で手作りしたもので、江北町のキャラクターチビッキーの形になっています。この取り組みは30年以上続いていて、今年は新入生98人に送ったということです。気をつけてお家に帰りたいです。何に気をつけるかな？車とか自転車。一人でも幸福から交通事故を、ね、出さないように、これからもみんなで力を合わせて祈りながら頑張っていきたいと思ってます。幸福町は10年前、人口1万人あたりの交通事故件数が県内の市町で最も多かったものの、地域の見守り活動などを続け、去年1年間は6番目に少なかったということです。